デルタ2はアメリカ合衆国の人工衛星打ち上げよう使い捨てロケット。開発及び初期の製造はマクドネル・ダグラスが行った。デルタロケットシリーズのロケットであり1989年から2018年まで運用された。デルタ2ロケットにはデルタ6000、デルタ7000とその2種類の派生型デルタ7000がある。デルターは マクドネルダグラスに次いで、ボーイングインテグレーテッドディフェンスシステムズが製造を行い、2006年12月1日以降は、ユナイテッドローンチアライアンスが製造した。運用末期には、ウラがアメリカ政府向けの製造を担当し、ボーイングローンチサービシーズは民生、商業用途の製造を担当していた。すべてのアメリカ合衆国の使い捨てロケットは、 スペースシャトルの収益によって一度廃止されたが、1986年のチャレンジャー号爆発事故により、デルタロケットも含めて使い捨てロケットの開発が再開された。デルタ2は GPS ブロック2シリーズの衛星の打ち上げに最適化した設計だった。GPS 衛星以外の打ち上げも行っており、デルタ2は運用終了までに、 多くの宇宙探査機の打ち上げに成功し、その中にはいくつかの NASA の火星探査機も含まれている。デルタ2の組み立ては2008年時点において、アラバマ州ディケーター、テキサス州ハッティントン、カリフォルニア州サンディエゴ、コロラド州デンバーで行われた。デルタ2は一度しか使用されない使い捨てロケットである。デルタ2ロケットの構成は以下の通りである。デルタ。 2シリーズは4桁で使用を表記される。一例として、デルタ7925は延長型の1段目と9機のジェム補助ロケットと3段目にパムを備える。デルタ7320は2段式で3機の補助ロケットを備える。3種類のペイロードフェアリングが使用可能である。基本型はアルミ製のフェアリングで直径が9.5フィートである。 10フィートのフェアリングは複合材性で前と後ろが、著しくすぼまっている。10フィートのフェアリングは、大型のペイロードにのみ使用される。デルタ2システムは153回使用された。2007年9月18日までに、デルタ2は75回連続で打ち上げに成功した。これは、近代的なロケットの記録である。 イクロン2に次いで信頼性が高いシステムであり2007年には8機が打ち上げられたしかしながらデルタ2システムにも常に完全な打ち上げするわけではないコリアサット -1 の打ち上げは部分的に失敗でロケットが衛星を予定外の軌道に投入したが衛星本体のエンジンで予定した軌道への投入に成功した他の失敗として 1997年1月17日、デルタ2-7925は、最初の GPS 衛星ブロックイヤーを搭載して、打ち上げられた。GPS イヤー -1 は打ち上げてから13秒後に、爆発して炎上し、その破片は、ケープカナベラル空軍基地の、第17車場全体に降り注いだ。負傷者はなく、車場も深刻な破壊はなかったが、 複数の車両が破壊され、建物が損傷した。これは後に、補助ロケットにおける、17フィートの亀裂が原因だったとの結論が出た。1997年から1998年11月の間にデルタ2は55機のイリジウム衛星を軌道に投入した。標準型とヘビーデルタ2の比較デルタロケットの 変戦2007年のウォールストリートジャーナルの記事では、アメリカ空軍が、デルタ2ロケットの使用を継続しなかった場合に、関して、推測を行っており、ゴダード宇宙飛行センターのディレクターを1980年から1982年まで、務めた、トーマス・ヤングによるとその件に関して、人々は、心配しているとの発言が紹介された。 2008年には、ウラは2011年のデルタ2の打ち上げ終了後にも、約ハンダースの売れ残りのデルタ2を持つことになるだろうと推定された。この件に関して、ウラの広報担当者は、現在の中規模打ち上げロケットとして、デルタ2システムの3機のいくつかを変更する契約が、空軍と間に合ったが終了したと表明した。この空軍との契約では、 ケープカナベラルで、ウラが整備している二つの車上を用いて、デルタ2を40日以内に打ち上げ可能な状態を保つことが要求されていたが、ウラは二つの車上をいついかなる時も打ち上げられるような状態を維持することはできなくなるという見方を示していた。2009年8月、NASA 打ち上げ担当者に、デルタ2ロケットを現在の計画に追加するかもしれないことを打診した。 2011年9月10日に月探査機グレールが、同年10月28日に、地球観測衛星スオミ NPP が打ち上げられ、デルタ2ロケットの在庫は残り5機となった。2012年から2013年にかけて、これらの活用が調整され、2017年までに、NASA の SMAP、OCO-2、JPSS-1、1 アイスサットマイナス -2 の4機の打ち上げに使われることになった。2018年9月15日、最後のデルタ2によるアイスサットマイナス -2 の打ち上げが行われ、デルタ2の運用は終了された。ありがとうございます。